はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。救済系実況者リュウです。さあ本日なんですが、皆さん、2周年記念 の、 パックは向きましたでしょうか。ロイヤル加工限定の、いろいろね、強いカード当たった方もいらっしゃれば、まあ、あんまり強くないカード当たった方もいらっしゃると思うんですよ。で、まあ、今回はですね、なんとかして作ってくださいという意見が非常に、多く寄せられました、レインボーダークドラゴン、こちらをね、使っていこうと思っております。究極宝玉神レインボーダークドラゴン、これマッチで、クソハズレ枠と言われまして、ドラゴン族特殊カード、のモンスター、このカード通称ができませんよと。自分の墓地から闇属性を7種類、1体ずつ除外したら出せて、で自分の墓地とフィールド上から闇属性モンスター全部除外してると打点が上がるという効果がありまして、まあ、読んでいただければ分かるんですけど、本当これだけなんですよ、効果これだけです宝玉デッキで使うとね、アドバンスド宝玉銃っていうギミックを使うと一応出るんですけど、ちょっとさすがに、まあ、採用したところで感があるかなというところ で、 でこいつの、まあ、利点は何なのかっていうね、まあ、絞り出したこいつのやっぱメリットというか強いところ。やっぱり、打点がめちゃくちゃ上げられる可能性があるってことなんですよ。自分の墓地から闇属性除外して全部ね、打点が上がる。これ要は墓地にめちゃくちゃ闇属性貯めれば死ぬほど打点上がるんですよ。はい。今日はですね、闇属性モンスターを死ぬほど墓地に貯めまして、打点ありえん上げるっていう、まあ、こういうギミックを採用してますんで、まあ、それ以降どうするかは置いておいてちょっと動画見ていただければと思うんですが、このレインボーダークドラゴンのパワーをね、お見合いしていきたいと思いますんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、久しぶりにですね、このゴミギミックを使ってますね。多分動画ほとんどしてこなかったと思うんだけど、最近今回の動画なんですが、まあ、多分冒頭のデッキ解説のところでもやっていますが、とあるモンスターをですね、まあ、救済していくというか、まあ、救っていく、そういった動画となっていまして、まあ、多分ね、ちなみに2周年記念の、確定ロイヤル加工確定のパックあったじゃないですか。あれ皆さん何引きましたかね。僕はね、カオスマックスとか結構引いて、割とね嬉しいカードを引けたんですけども、今回の2周年のロイヤル確定パック、まあまあの外れが多くて外れ枠と言われているカードが結構多くて、まあ、まあ諸説あんだけどね、外れ枠っていうのはねあるんだけど、まあどんなカード、クズカードなんていうのは世の中に存在しないからさ、存在しないから、まあ、外れ値とかはあんま言わない方がいいのかもしれないんだけど、やっぱそうは言ってもこのランクマとおいうね、遊び方がメインになっているこのマスターデュエルにおいて、やっぱりね、当たり外れっていうのはどうしても強いカード、弱いカード出てくるわけですよ。で、こうね、弱いカードっていう、その意味合いで外れというカードが結構今回たくさんあって、で、それがね、誰が一番引き弱いかっていうのをもはや決めようっつって、引き弱人類デッキス、引き弱人類王決定戦みたいなのもやりましたよね。その中でね、やっぱね、いくつかね、これを引いてたら引き弱だよねっていうモンスターっていくつかいたんすね。で、その中の一番やばいと思ったモンスターを今回は使ってます一番これやばいなって、このモンスター最もやばいなって思ったモンスターを今日はちょっと活躍させていくと、今活躍というか、まあ活躍してんのかどうか怪しいんだけども、という、まあ、そういうデッキとなってまして、今からちょっと一回ね、お見せするのは、こちらに死者蘇生引いちゃってんだ、これ。サーチするカードがあんまねえな、ダランベルシアンで。まあいいか。で、神道竹光で、俺竹光をサーチングして、で、サモンプリスト墓地を食うという、これいつもの動きです。ちなみに、ロイヤル加工の、あれ、皆さん何引きましたかね。結構ね、やばいと言われている枠は、今回のその救済モンスターと、あとはハルパードキャノンスラッシュバスター君と、あれは出せりゃ強いんだけどね。てか、TG が結構強いから、まあ、割と悪くはないんだけどね、性能としては。普通に、僕救済動画出してるんでよかったら見てほしいんですけど、そっちの動画は結構ね、楽しかったっていうか、強かったっすよ。はい。ハルパード
けを刺しました。まあ、出れば強いからね、まあ、出しにくいだけで出れば強い。あとあれだね、あの聖戦士カオストロジャー、これも一応ねあの動画にはしましたけど、まあ一応出れば強いんで、はい、今回のやつはね、まあ、なかなかの性能してるからな。こいつが一番やばいわ。はい、でどうすんだっけ、ライゴーだ。こちらに闇属性のモンスターをめちゃくちゃいっぱい墓地に叩き落とす必要があるんですね、効果として。はい、で破壊総王子、あと破壊もそろそろ強化くんじゃねえの多分だけど、そろそろ来そうだけど、まあ、順番的には、まあ、魔導雑貨商人を爆弾させて、これはどっちのみな。はい、で AD のチェンジャーとファイアウォールガーディアン出して、でまあ、Gランティスを出しまして出し直すと、これあのレスキューフェレットで出したモンスターが効果無効になっちゃってるんですよね。あのなんでこれ効果を有効にしつつ、しかも裏側守備表示にできるっていうね、あの G ランティスはこれ特殊召喚するときに表示形式変あの選べるんですよ、自分で。表側守備、表側攻撃、裏側守備みたいな、これすげえ優秀です。さリバースモンスターの効果簡単に起動できるんだよね。うん、これめちゃくちゃ強くて、はい、でこうするでしょ。はい、でですね、リンク召喚、リンクディサイブル、はい、で、リンクディサイブルのリンクスワイになったファイアウォールガーディアンの効果で自分が墓地から蘇ってきます。でディサイブル効果で、AD チェンジャーをリリースする。でカードを1枚ドローして1枚デッキの下に、一番下に戻す。さあ行きましょう。さあこれが、デッキの中のカードを全て墓地に叩き落とすコンボです。はい、今から、何が起きるかっていうと、デッキの中の一番下に死者蘇生を潜り込ませておいたんで、それ以外魔法トラップカードないんですよ。なんでこの魔導雑貨商人によって全てのカードが、墓地へ送られていきます、デッキの上からね。これ魔導雑貨商人のエフェクト長すぎねえマジで。ちょ、もっとさ、フラーってやってくれないから、なんかゴードンとかさ、ゴーキーみたいな感じでパラって除外するさ勢いでパラってやっちゃっていいんだよ、もう投げんだとにかく。でこれで闇属性モンスターを、いっぱい墓地に叩き落とせばいいんですよね。あとはまあリンクリウォードがクソ適当にリンク召喚しておきます。ちょっとね、墓地のですね闇属性のモンスターの数をですね参照する効果を持っているやつがいまして、ね、まあだからこんなわけわかんない動きして闇属性モンスター墓地にいっぱい叩き落としてるんですけど、リンク4分使いまして、相互リンクファイアーウォールドラゴン出していく。でファイアーウォールドラゴンは相互リンクのマーカーの数だけ自分の墓地からモンスターを回収できますよみたいな、効果がありますので、ちょっとあるとあるモンスターを回収し、まあ一応裏のも回収しとくか。究極宝玉神レインボーダークドラゴン回収。そして闇属性モンスターを増やすと、ファイアーウォール、ドラゴンとリンクディサイブルで、バリケードベルク出して、でバリケードベルクで手札の闇捨ててこれでね大体、闇属性モンスター墓地に死ぬほどあの溜まりましたんで、いけると思います。行きましょう。さあ自分の墓地から闇属性のモンスターを7種類ゲームから除外することによって、これ1枚ずつ除外するのがめんどくせえな、めんどくせえな、うわ一気に除外させろ足りな、7種類ゲームから除外し現れろ、究極宝玉神レインボーダークドラゴン。お前召喚ブームねえのか、レインボーには一応あんだけどなそして自分の墓地の闇属性モンスターを全てゲームから除外し、このカードは除外した数かける500ポイントの攻撃力をアップさせる、うおーらー2500死者蘇生発動、自分の墓地からモンスターを特殊召喚、神じゃねえか、結局神じゃねえか。対戦ありがとうございました打点高いモンスターはでもね射出するしかないよ。名推理だとてめえデッキ何枚だ、4枚5枚40枚か、40枚、ちょっとわかんない、何これだっけ、名推理トランザクションロールバックはい、レッドデッキレベル10だったかなるほど、メテオニス DRA は
よくわからないカードが落ちたな。名推理、まあちょっと一応ドレミコード読みしたんですけどね。そんなやついらけないから。ドレミコードはちなみにあの名推理とはめちゃくちゃ相性が良くて、まあレベル1が出てくるとまずいのでレベル1と言ったんですが、普通にエルドリッチでした。てかカード落ちすぎじゃない？カード落ちすぎなんだけど、ちょっとさ、名推理とかいうさ、激キモカードやめませんかね？このカードさ、マジで運ゲーでさ、上振れられるとさ、世界終わるレベルのさ、23枚ってなんだよ。ふざけんなよ。やべ、めちゃくちゃ墓地くださいと。何落ちてんだこれ。なんかデッキ破壊ウイルスとか入ってるぞこれ。よくわかんねえデッキだなこれ。なんでメテオニスドライトロン DRA いるの。ドライトロンの許可まだですけど。マスターデュエル。え？何？なんだ？何が起きんだこれ。ああコンキスタか。あそれはいいわ。あ分けろか。あそれはいい。でエールドレクション、はい、いいだろう。まあそれもへもいいわ、全部許してやろう。黄金鏡、永遠に輝け黄金鏡、カウントトラップ。エルドリッジをリリースして、なんか何でも購入するみたいなやつ。で、トランザクションロールバック、4000ライフ払います。やばい、デッキ破壊ウイルス。いや、まだ耐えてる。まだ耐えてるぞ。おし、なんかいろいろ効果がそうするぞ、よし。墓地を送られた場合、デッキから、手札からか。手札から闇属性悪魔族レベル3モンスターを特殊召喚できるのと、グラバースイッチによってデッキから、悲願モンスター特殊召喚できる。よし、いいぞ。レベル3のモンスターが2体出てきた、神。よし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 、デッキ破壊ウイルスは効いてないという言い方もできる。ふん。いけ。ふん。よし。デッキ破壊できてねえんじゃねえか。おお、大丈夫か。おお、伏せすぎだろ。伏せすぎやて。伏せすぎなんや。おっと、めちゃくちゃ来たぞ。あお前何、フェイドセットさんの魔法トラップカードを持ち主の手札に持つ。いいね、いい感じの効果してんじゃん。いいよ、よくわかんねえけどカードバウンスするよ。よし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 、いいぞ。よし、レベル3のモンスターが2体でオーバーレイ。やめろ、トランザクションロールバック。もう暴れるな、暴れるな。もうなんだ、何が、一体何が、何全モンスター爆破コンボ全モンスター爆破コンボで草。全モンスターではねえか。守備力1500以下と攻撃力1500以下が全部死ぬのか。クソデッキだな。これは次のリミットレギュレーション、名推理は禁止だな。